for baseball here in the Bay Area. It's the Rangers in the A. はい、皆さんこんにちは。アナリングジョフィッシュです。今回プレイしていくのはですね、MLB ザショー50の、まあ、メジャーリーグのゲームですね。今回今ご覧いただいているテキサスレンジャース対オークランドアスレチックスの一戦をお届けしていきたいと思います。というのもですね、ダルビッシュ残念ながら、開幕前にね肘の怪我で手術をしてしまって、まあ、今季絶望と言われてますけども、本来であれば開幕投手を任される予定だったダルビッシュです。まあ、せめてこの MLB ザショー15の中だけでもですね、ダルビッシュを開幕投手として、まあ、ピッチングをねさせてあげたい、見たい、そういう思いから今回はこのダルビッシュが本来開幕投手を務める予定であったテキサスレンジャーズ対アスレチックス、まあ、オークランドアスレチックスの一戦をですね、プレーをしてみたいというふうに考えています。早速始めていきましょう。まず1回の表ですね、レンジャーズの攻撃からになりますけども、ここは飛ばしてですね、ダルビッシュのピッチングからプレーの方はしていきたいと思います。で、もうすでにね、プレー方法はご存知の方多いかなとも思うんですけども、簡単に説明しておくとですね、まずボタンで球種を選択します。ダルビッシュの場合バツだとフォーシーム、まあ、ストレートですね、丸でスライダー、三角でカット、四角で、ツーシームで、 R1 でカーブというような球種になります。で、球種をボタンで選んだらですね、ゲージが出てきますので、黄色、赤とゲージが進んでいくんですけども、赤で止めれば止めるほど球威がいいボールがいきます。で、黄色い線が同時に出てくると思うんですけど、その黄色い線上、まあ、あるいはその黄色い線に近いところで止めるとコントロールも、まあ、いいボールがいくというような仕組みになっています。なので、できるだけ赤いゲージの近くで止めて、コントロールに関しては黄色い線の近くで止めるというのが、まあ、ベストなピッチングをするための方法になります。さあ、1番バッター、アスレチックスの1番バッターを迎えてプレーの方していきましょう。まずはストレートから入っていきます。これまで2球ストレートを外れて2ボールです。このカットボールも外れて3ボール。ちょっと立ち上がりコントロールが定まらないか。今のストレートが入って3ボール1ストライクからもう1球ストレートですね。カウントを戻してもう1球ストレート、これはいいところに来ました。決まりましたね。見逃し三振です。さあ、ゾーブリストを迎えます。2番バッターです。まずはスライダーから、ここで緩いボール、カーブをキャッチャー要求しています。これはレフトフライですね。Well, you know, he had the right idea up there, so at least you know he's thinking. Trying to go the other way with this ball, but he got under it just a little bit. さあ、ラウアーを迎えて、カットボールから入っていきましょう。これはいいところに決まりましたね、カットボールが。あそこはそうそう打たれないと。このスライダーはキレで空振りを取りました。2球で追い込んでからボール気味にカットボールを投げましょう。これがファールですね。そしたらですね、緩いカーブで空振りを取りたい。取りました。これでこの回はというか、まあ、初回ですね、1回の裏立ち上がりは無難に立ち上がりました。さあ、2回の裏ダルビッシュ、まずはストレートから。ツーシーム初めて投げるかな。これは厳しいところに来ましたけど外れてます。
また内角、今度は微妙に動く肩ボール、うん、これも振ってくれません。そしたら外角にストレート、うん、これも外れてしまった。ツーシーム、まあ、これはもう入れるしかないですからね。いいですね、ストレートで空振り三振です。1球目注意しながらもやっぱりストライクを取っていくようなピッチングにしていきたいんですね。そうするとだいぶ組み立てが楽になりますので、ストレート、ストライク先行のピッチング心がけていきたいと思います。ここはスライダー当ててきましたね。カットボール、まあ、ちょっとボール気味でもいいかなというカットボール、あー入ってないが、今のねストライクって言われてもおかしくないようなそんなボールだったんですけどね。最後はスライダーで見逃し三振。さあまずはストレートから、いいですね、94マイルのストレート、グラサンかけてるなこいつ。これは高めに外れて、ワンボールワンストライク。これはスライダーを投げていきましょう。次のスライダー真ん中に入っていきましたけども、ファールボールで追い込みました。そしたら外角に5周目、あーごめんなさい、2周目、これが外れて2ボール2ストライクから内角にストレート、いいですね、この回三者三振です。レンジャースの方はそろそろね点が欲しいですねと言っていたら1点取ってくれてます。ダルビッシュの3回のアウトまずはストレート、もう一球ストレートを続けましょう。今度は外角に低めです。そしたらですね、まあボールになってもいいようなところにカットボール、おお振ってくれた、これで4連続三振。カーブから入っていきましょう。これはナイスキャッチ、ショート人背の当たりだったかもしれないですけどね、ショートがナイスなフィールディングです。カーブを狙われてたのかなっていうの当たりでしたけど、さあまずはスライダーから入っていきます。これはスライダーを当てられましたけどファールボールです。95マイルのストレートが決まってワンボールツーストライク、いいですね、空振り三振です。ストレートで空振りが取れました。ダルビッシュ非常にいい感じで来てますね。カットボールを2球続けます。おー、このスライダーは入ってないか。これで、2ボール1ストライクですね。セカンドゴロですね。今のフィールディングも良かったですね。ナイスフィールディングという感じで、まずはワンアウトです。1球目はいいところにストレートが決まりました。これはカーブですね。
スライダーがちょっと大きく外れてしまって、2ボール1ストライクからストレート、これはファールですね。これで2エンツ。ここからカーブを選択しましょう。いいですね、バットにかすりましたけどキャッチャーミットに収まってます。三振です。これはスライダーがすごくいいところに決まりました。もう一球スライダー投げたくなりますね。これはハーフスイングで2球で追い込みました。そしたらまあもうちょっとボールになってもいいかなっていうようなストレート、もう一球ストレートを続けましょう。振ってない？振ってないね。そしたらカーブを投げて、これで空振りが欲しい。これがセカンドゴロですね。これでこの回も3人で切り抜けました。ここまでダルビッシュはノーヒットピッチングできてますね。5回の裏のピッチングに入っていきましょう。まずはストレートから。これはセカンドゴロですね。すごく軽快なフィールディングです。さあバトラーを迎えてストレート。2球目はスライダーです。切ってくれましたね。これで1ボール1ストライク。もう一球ストレートじゃなくてごめんなさい、スライダーです。キャッチャーの要求スライダーが多いな。うわー、抜かれたか。取れなかったか。今のヒットかな。ヒットですかね。これは取れたかなっていうようなボールだったんですけどね。ちょっと出だしが間に合わなかったか。でもここでね切り抜けましょう。ワンアウトランナー二塁、まあ一本ヒットが出ると帰ってくるかもしれないっていうようなところですからね。ここはファーストゴロでワンアウトランナー三塁と場面が変わります。もうここはバッターに集中しましょう。スライダーをファールにされていますが、最後はストレートで。いいですね。セカンドゴロです。それでこの回も0点でしのぎました。ヒットはね、まあ、1本打たれてしまいましたけど。あれ、ヒットになってない。エラーになってますね。よし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 。これまだノーヒットノーランですね、このままいくと。ヒットかなと思ったんですけど、カウントはエラーになってます。さあ6回の裏ダルビッシュ、がぜん元気になりましたね。さっきのはねエラーになってるっていうのを聞いて、おー危ない危ない、セーフティーバントでしたけど。もうヒットを狙いに来てるようなそんな感じなんですか、アスレチックスの方は。
And he'll go after the second pitch of the inning as this is on the ground over to first. And he'll take this to the bag himself. And there are two away now. 今のファーストもいい動きしましたね。It's not like he needed any help. Pitching well enough as it is, but this is now two pitches and two outs here in the inning. And he's growing more and more confident with every passing batter. Coco Crisp is in for the third time here as he watches one that misses low. It's a ball and no strikes.And I believe they'll say he broke the plane, as yes, he did. It's ruled a strike. And now he'll try a bunt to break up the no-no. うわー、これヒットか。もう完全にあれだな、ヒット狙いっていうか、バントで揺さぶってきてる感じだな。まあ、うまいっちゃうまいんですけどね、これもね。これはもうやられましたね。Steve with the no-hitter gone now. He's got to remind himself he's still got work to do out there. ただヒットね、セーフティーバントで許しましたけども、依然ナイスピッチングである僕に変わりま、ありませんからね。And this ball's heading for the seats down the right side as the count will move to 0-2 now. As a look, now the pitch. Just got a piece of it as it's fouled back.Now another 0-2. And he misses there. 1-2. And that's the right spot for that slider. Really try hard to tie him up inside. And that's a good job to lay off, too. No runs, just one hit. And no errors in the ballgame for the A's so far. Now a swing and a bouncing ball toward the hole. So they do get their first hit, but their first run will have to wait as the inning is over.内野安打でヒット1本許したもののダルビッシュはもうかなりいいピッチングですね。ここでバットおー、これでヒット2本目。これは綺麗に打たれてしまいました。ナイスバッティングですね。ノーアウトランナー1塁です。まずは一つアウトを取っていきましょう。ストライク1 on the fastball, registering at 93 that time. A look here at the hits per side here in the late going. Off the plate and in, it's a ball and a strike. Way outside, nearly to the backstop, 2-1. Too high that time, and it's 3-1. これで3ボール1ストライク、もう外せない。これは切れますね。当たりはね、すごく大きい当たりでしたけど、これで空振り三振、ツーシームですね。ワンアウトですが、依然ランナー1塁にいますから。Now a ball hit sharply toward third, but gloved by the third baseman for the out. 今のはライナーだったのかな。ゴロかなと思いました。正面だったんだな。なるほどね。さあ、2アウトまでこぎつけました。グラサンを相手にしています。One thing we've seen from this guy on the mound so far, when he makes bad pitches, they typically miss out of the strike zone. They don't miss in the zone where they can. うわあ、これエラーだろう。今のエラー、どっちなんだろう。ちょっとね、外野の守備良くないのが出ちゃいましたね。落下点に入っていますね。さっきのがどうだったんだろう、エラーなのかヒットなのか。ああ、ヒットですね。うん、エラーですね。
Sam Fuld will lead things off here in the bottom half of inning number 8. Now a big swing, and this is a major league pop-up way up there toward the center of the diamond. Beltre is there, and that's not the way you want to start the bottom of the 8th. One pitch, one gone. Marcus Semien is at the plate now, and he takes a cold strike. He continues to get ahead here. He's been in complete control. I think you need to guard yourself from being overconfident. A blue glass would still turn this game on its ear. 1-2 pitch is a slider that misses. 2-2 slider to get the count to 3-2. Show that slider running away. 2-2 count to grab. Straight to the grab. This might be a good time to call in that two-seamer running in. さあまずはストレートから入ってきましょう。これ振ってないか。このカットボール2打されましたけども、ファールボールです。そしたら外角にスライダー、ちょっと中に入ってきたか。さあ、ツーアウトですが、得点圏にランナーを背負ったダルビッシュ。ちょっとコントロールが乱れてますね。And a good comeback fastball there. It's two balls and a strike. He's set now the pitch.And this is fouled back. これでカウントを 2-2 まで戻しました。速いボールだと久しぶりのカーブとかいいんじゃないの。スライダーで空振り三振で、ここで、9回の表ですね。もう1点ぐらい欲しいけど、ダルビッシュこの回でマウンドを降りています。試合の方はというと、このままゲームセットですね。ダルビッシュが勝ち投手ということで自責点0、まあ、ヒットはね3本ほど打たれましたけど、それでも素晴らしいピッチングでした。ヒットは3本ですね、三振が11奪三振という素晴らしい内容でした。というわけで、今回はダルビッシュを使ったプレーをお届けしてみました。まあ、実際にダルビッシュがね、今シーズン投げるのは難しいもかもしれないんですけども、一刻も早い、まあ、回復の上でメジャーのマウンドに戻ってきてもらいたいなというふうに思っています。というわけで今回はここまで。